県内では、きょう389人の新型コロナの陽性が確認されました。先週の木曜日より125人減っています。県は今日新たに1088件の検査があり、先週の木曜日より125人少ない389人の陽性が確認されたと発表しました。また、新たに1件のクラスターが発生しています。 今里市の高齢者施設で職員4人、利用者19人の陽性が確認されています。今日の陽性者を市町別に見ると、佐賀市が最も多く152人と全体の4割近くを占めています。次いで唐津市が47人、鳥栖市が37人などとなっています。 年代別では10歳未満から40代までで全体の9割近くを占めていて50代以上は全体の1割ほどとなっています現在158人が入院していて病床使用率は28.1%重症の人はいません療養ホテルの使用率は30.4%自宅療養者は3584人となっています